続いていきましょう。15位から11位まで見ていきます。さあ、この試合はペースの取り合いでした。まずはカサマヨルがですね、1ラウンドから4ラウンド、マルケスがその後5ラウンドから7ラウンド、またカサマヨルが8ラウンドから9ラウンド、そして結末に至るんですが、ジョーさん、これシーソーゲームみたいな感じでしたね。お互いテクニシャン同士でね、まあ、打っては外すのね、攻防っていうのは見どころありましたね。で最後ですね、やはり決めたところがですね、マルケスの凄さですよね。これ確かパッキョに負けての復帰戦だったんですけどもね。そうですね、マルケスここにありという存在感を見事に見せつけました。まあ、11ラウンドでね、これだけ そのコンビネーションを打てるっていうのは、ね、やはりマルケスの潜在力っていうのは大したもんですね。ですね。まあ、マルケスが光った15位でした。これは重たいクラスですね。クルーザー級ですね。3団体統一のこれタイトルマッチでありまして、デビッド・ヘイが WBA と WBC、 そしてエンゾ・マカリネリが WBO のタイトルを持っていました。浜さん、はい、重たいクラスにしてはこの統一戦、まあ、珍しい統一戦なんですけども、まあ楽しめましたよね。黒人選手のデビッド・ヘイですけどね、はい、この選手のパワーにはやっぱりびっくりしましたよね。まあ、この選手、今度ヘビー級狙うということですから、このパワーあったら十分通用するものは持ってますよね。この凄まじさ。まあ、問題はヘビー級としての耐久力ですね。タフネスですね。注目のジョーさん、ベルトが出てきましたね。そうですね、アテネオリンピックに出ました。これは王座決定戦で世界初めて挑戦する2人がこの王座をかけて戦いました。このベルトっていうのはね、運の良さもありますね。このチャンピオンのフロイド・メイウェザーがその突如引退、王座返上、そこでこれ決定戦出場したわけです、ね。これチャンピオンがですね、メイウェザーで挑戦してたらですね、まあ、それは勝負ですか分かりませんけど、その勝ったかどうか、チャンピオンになれたかどうか分かりませんよね。こういうところやっぱり迫力があります。ウェルター級に新しい星が誕生した瞬間です。アンドレ・ベルト。さあ、先ほどから名前がちらちら出ていますが、ポンセ・デレオンを倒したロペスが出てきます。浜さん、この試合ある意味びっくりしましたよね。かなりね、1ラウンドですからね。まあ、ポンセ・デレオンはじわりじわりしつこく行きながら仕留める選手ですけどね、はい、もうしつこくも何にもやらないうちに3回倒されてしまいましたね。これポンセ・デレオンは7度目の防衛戦、も安定王者だったんですが、全勝のロペスが世界初挑戦で、もぎ取りました。しかもチャンピオンになったロペスは、これは来年またまた出てきますよ。凄まじい KO 率を誇ります。やはり1ラウンドを KO でですね、世界タイトル奪取するっていうのはやはり衝撃的ですよね。ですね。ここにまた中堅ベテランが出てまいります。アントニオ・ターバー、チャド・ドーソン、これはアントニオ・ターバー39歳です。ジョーさん、これ4月にクリントン・ウッズを下して4年ぶりのメジャータイトル、それの初防衛戦だったんですね。はい。まあ、ドーソンというのはですね、この試合でやはり素質の輝きっていうのを見せましたよね。まあ、次の世代のスター候補生と言われているチャド・ドーソン、実はこの時はタイトルを持ってませんで、これを取って2度目の体感となりました。この同じクラスです。やっぱりセンスを、ね、感じさせますよね。そうですね。だから若い頃のですね、ラリー・ホームズのような体型ですね。顔は小さくて、肩幅広くて手が長い、はい、
体にバネがありますね。テクニシャンあり若手ありと、ここも充実してますね。出てきますね、いろんなね、はい。まあ、やっぱりベルト、ウェルター級、浜さん、はい、ベルトってやっぱり将来性もあるし魅力もその前にありますよね。そうですね、やっぱり光ってるのはベルトだったと思いますよね。まあ、ベテランも出ましたけどね、あの勢いを感じさせますよね。まあ、今のウェルター級というのはマルガリートないしですね、まあ、メウェザーがどうするかまだ分からないんですけど、はい、強豪のいる中でまたどんどん出てくるのはこのベルトだと思いますよね。来年再来年この選手はもっともっと出てきますよ。まあ、メウェザーはですねファイタースタイルに変えたような選手ですよね。まあ、スピードはあるし避けるうまさを持ってる、それで攻撃的に変えた選手がこの選手ですね。まあ今後の試合内容をどうするか本人は自分で計算するでしょうから、見せる試合をするでしょうからね。この選手は人気出ますよ。あのおなじみのねベテランが頑張るのもはい、いい抵抗だと思うんですけど、こういう新しい人がね、若手の台頭というね、活性化しますよね、ボクシング界。そういう意味であのジョーさん、若いところちょっといくつか何人か挙げていただきたいんですけども。まあ最も注目すべきはですね、ファン・マヌエル・ロペスですね。まあこの選手はですね、そのタイトルを取ったとき1ラウンド、その KO、まあ、TKO だったんですけど、それだけなんですよ、初防衛戦2度目も1ラウンドでした。だから、その同じプエルトリコでウィルフルド・ゴメスなんですね。次また出てきますね、このアブネル・マレス。これはですね、ゴールデンボールプロモーションがその期待してる選手ですね。非常にそのセンスが良くてですね、あのスピードがあって当てる感がいいですね。あ、そして、チャベスの、ね、息子さんです、チャベスジュニア。体も大きくなってきましたし、その対戦者のレベルも上がってきて、世界ランキングも入ってきましたから。そうですね、チャベスジュニアというのはですね、ボクシング界の将来を担うスター候補。そしてオルティスもちょっと触れてください。これゴールデンボーイプロモーション、オスカー・デラホヤのですね、秘蔵っ子ですよ。はいはい、でデラホヤがパッキャオ戦の前にですね、そのスパリングパートナーに使ったんですけど、早くてですね、デラホヤ打ちまくったという、その噂もある、いい選手です ね、 ね、オルティスいいですね。ねえ、もっともっと試合長く見たいと思わせる選手ですね。来年あたりきっと出てくると思いますが、はい、じゃあ、浜さん、はい、この他浜さんの印象に残る若手どの辺でしょう。私はカークランド、そしてガンボア、ディレル、この3人は注目したいですよね。まあ、この3人ともですね、全員が全勝、そうですね、ほとんどがノッカーと。まあ、カークランドの場合にはウェルター、スーパーウェルターというのは強い選手がいる中で出てくるでしょう。そしてガンボア、まあ攻防一体という言葉ありますけどね、はい、まさにそれの選手でしょうね。こういうねまとまりのいい選手もやっぱり見てて気持ちのいいもんです。若干ガードを低くしてですね、勘がいいからそれできるんですよね。でアンドレ、ディレル、まあやっぱりこれぐらいのクラスになると迫力ですよね。これスーパーミドルですからね。まあ打って強い、あとですね、まあ新人で打たれてないんですけど、打たれて強くなった時というのが勝負時でしょうね。はい、という、まあ、来年以降活躍が期待できる選手をご紹介しました。はい。